聖内寺峠は、長野県木曽郡渚町と下稲郡厚村の境界に位置する標高1192メートルの峠である。峠越えの道路として、木曽地区と飯田地区を直接結ぶ路線である国道256号線が通っている。現在聖内寺峠付近は旧道であるが、ガードレール及びゲートで封鎖されており、電力。 林業等の事業用を除く一般車両、歩行者の通行は不能である。2000年7月に峠のほぼ真下を直線に貫く形で国道256号線バイパス、西内寺トンネルが開通し、一般通行用のこのトンネルが実質の峠扱いとなっている。西内寺峠区間に並行する中央自動車道中津川インターチェンジその原。 インターチェンジ間に存在する、江奈山トンネルは危険物積載車両が通行禁止の上、通過に際し特別料金が加算されている。このため、飯田市民、厚村民、渚町民は元より、道区間を利用しない物流トラック等が迂回路としており、交通量は多めである。2009年7月現在、 峠手前のなぎそ町側については急勾配、急カーブの連続する、大型車のすれ違いが困難な共愛時であるが、道路改良工事が行われており、完成後は急カーブ、共愛については解消される見込みである。かつて、稲谷と木曽谷を結ぶ道は、太平峠と、飯田峠を越える太平街道と、飯田の北東に位置する稲から木曽へ抜ける。 ゴンベイ峠越えのゴンベイ街道の二つであったが、飯田から木曽谷南西部に位置する孫目、妻子、ひいては、尾張、美濃方面へ向かうには、ゴンベイ峠は、かなりの大回りルートとなるため、もっぱら、太平街道を利用するのが主であった。明治時代、飯田北部に位置する、あ村、西内寺村方面より木曽谷に向かうルートとして、 西内寺峠を越える原ルートの基礎となる道が敷設されたようである。その後、大正時代に県道として整備され、昭和38年に国道に昇格。その頃から、太平街道にとって変わりこちらの峠越えルートが、主要となり、現在に至る。ありがとうございます。